私たちが立ち上げたスカラップ再開発プロジェクトの発表を始めます。レイ、皆さんは函館についてどんなイメージを持っていますか？皆さんのイメージでは単に食材としてのイメージとしか認識されていないと思います。しかしホタテの貝殻はどう処理されているかご存知ですか？あちらのモニターをご覧ください。養殖されたホタテはボイル加工され消費者の手に届きます。この時出された貝殻は不燃性というのもあり処理できないため集積所に一旦ストップという形で集められます。青森県のホタテの水揚げ量は年間5万トンです。そのうち貝殻の占める量は約3万トンです。青森県の平内町では1万2000トンが搬入されます。このうち約5000トンが再利用され約7000トンが集積場に積まれていることになります。県内各地にもホタテの貝殻を貯めている場所がありこの処理の問題が山積みとなっているのです。もともと私たちの青森県でのホタテの貝殻の使い道は貝焼き味噌という料理の器にしか使われていませんでした。しかし今では貝殻の研究が進んでおり徐々にその素晴らしい効能が分かってきました。貝殻を粉末にし特殊熱処理することによって次のような効能が生まれ製品になっています。まず消臭除菌効果、これは主にキッチン用除菌スポンジうがい薬などに使われ、水質改善効果として入浴剤も作られています。他にも壁材に使用すると吸放湿性防火性能に優れシックハウス症候群の原因を除去でき、天然素材のため 100% エコリサイクル商品や無公害商品となっています。その他にもチョーク、化粧水、発芽玄米などにもホタテの貝殻が研究開発された製品が使われています。また粉末貝殻はコンクリートタイルに混ぜたりリンゴの搾りかすと合わせて融雪剤としても使用しています。このような再利用法がたくさんある貝殻を年間7000トンもただ貯めておくのではもったいないと思い、貝殻の有効活用を推進するために私たちはスカラップ再開発プロジェクトを立ち上げました。プロジェクト1、まずこちらの貝殻の製品ができるまでの流れをご覧ください。今の流れは集積場にストックされた貝殻を加工場で粉末にし、商品を作る会社がこの粉末を買い取るという形です。一見スムーズに見えるこの流れもホタテの貝殻がどんどん溜まっていく原因があります。皆さんここに注目してください。商品を作る工場が関東地方にあり、粉末貝殻を作っている工場が青森にあるため、粉末を注文するときに運搬費が多くかかるのでどうしても商品の値段が高くなります。この問題を解決するためには、今まで関東地方にある工場と青森にある工場を一つにすることによって運搬費が安くなり製品を安くすることができます。そして循環しやすくなることによって大量生産が可能になりコストパフォーマンスも高くなるのです。プロジェクト2、プロジェクト1を実現するためには工場を作る企業がなければならない。企業側としてその製品が売れる見込みがなければ作りたいとは思いません。そこで私たちは製品が売れるために企業側だけではなく消費者にも貝殻の良さと知名度を高める提案をします。皆さんはコンビニなどでおまけのついた商品をついつい買ってしまいませんか？おまけがついていると買ってしまうという心理を利用し、ジュースや洗剤、文具に貝殻の製品をおまけにします。例えばこのようにジュースや日用品におまけとしてつけることによって、貝殻の良さと製品を全国の皆さんに知ってもらうことができ、知名度が高くなると考えました。今回私たちがプロジェクトの準備で青森県平内町の貝殻集積場に行ってきました。そこで山のように積んである貝殻や組合の人の話を聞いて今の現状に愕然としました。それと同時にホタテの貝殻の現状を一人でも多くの人に知ってもらい、大量に山積みされたホタテの貝殻を
どうにかしていかなければならないと思いました。私たちが考えたプロジェクトが果たされれば、現代社会で産業廃棄物として扱われているものの中にも本当は役立つものがたくさんあると思います。しかし我々人間はそれに気づかずに、新しいものを作ると同時にゴミとなるものもその倍近く増やしてきました。今盛んに地球の環境問題が取り沙汰されています。今回のホタテの貝殻を通して、有効な資源をただただ捨てていくのではなく、もっと活用していくことによってゼロエミッションが実現でき、社会がもっともっと活性化していくと思います。ゴミと同様な貝殻と、これからの未来は一人一人が意識を持つことによって、青森という地方から日本全国世界へ、そして地球規模で環境が良くなり、理想的な世の中に近づいていくのではないでしょうか。皆さん、ケンパンベイ。これで私たちが立ち上げたスカラップ再開発プロジェクトの発表を終わります。礼。